おはよう、こんにちは、こんばんは、アイチャンネルのハルです。今日は皆さんに世にも奇妙な物語の中国バージョンと言われたサスペンス映画天方異談の中の一節をご紹介させていただきます。いつものようにシュートベルトをしっかりとお付けください。危ないですよ。この方が今回のヒロイン役の静香ちゃん。桐箱を手にしてお母さんの葬儀に参列してきた彼女はとても悲しんでいた。そりゃそうだ、大好きなお母さんがいなくなっちゃったんだからな。しかし彼女は何かがおかしいと思うようになり始め、何せ葬儀に参列した人たちの中で誰一人も知らない上、彼らの視線その先は自分である。突然見知らぬ年配の女性にぶつかり、一瞬の猶予の後葬儀が急に始まった。少しここで待っててくれ、風に花を買ってくると、この時クレーンで墓石が運ばれてきた。フロントガラスがなぜか粉々になっていて、ドライバーは音楽を流し始めた。遠く離れているというのに、その聞き覚えのある音楽ははっきりと彼女の耳に届いていた。振り向くと見知らぬ人がまた彼女を見つめている。不気味だと思い始めた彼女、タバコの灰がドライバーの腕に落ちて熱くて不意に震え上がったのが原因で、クレーンアームが瞬時に制御不能。墓石が落ち、静香は死んだ。死亡時刻は4時45分。はい、終了と思わせておいて、からずわちぶバヒセゴコズと手にち火を入力して、彼女は復活。切り箱を手にしているまま車の後部座席に戻ってきた。あれ、 RPG パラレルワールド、それともただの夢なのか。整理がまだできていない彼女は車から降り、そしてゾッとするような光景を目にした。見た目や出来事は全て先ほどと同じで、デジャブを感じ彼女は不安になり始める。しかしお父さんがまた花を買いに行くことになって、彼女はますます不安になった。突然にまたその見知らぬ年配の女性がぶつかってしまい、彼女はデジャブよりも予知夢だよこれと夢に出てきたこれからの出来事を思い出し、お父さん待って、私も行く。ただその花屋は、娘に花束は必要ですかというようなとても変な人だった。そりゃお父さんも怒るよ。そして店主と大喧嘩。目の前の光景を見て静香はゆっくりと後ろに下がっていく中、花屋の店主の携帯電話が鳴った。それは夢の中で聞いた音楽と同じもの。その携帯電話の画面もなぜか割れていた。これやばくない？もしかしてやはりこうなるのね。静か再びシース。死亡時刻4時45分。やはりの目覚めとやはりの同じ環境の中、彼女はやはり怯え始めた。一日中2回もわけのわからないまま死んでいったんだ。 RPG でもあるまいし、たとえそうだとしても彼女にとってはこの痛み、その恐怖、命が失われていく感じが間違いなく本物。お父さん、今日はもう帰ろう。何を言うねん。お母さんの葬儀やぞ。お行儀よくできへんのかい。静香は黙っているしかなかった。そして今度は彼女から花を買いに行くと言い出して。絶対店主と揉めないでね。とお父さんに言って、二人は花屋に入った。はい、いらっしゃい。と店主は二人に気を取られ、圧力鍋の上に雑巾が落ちたことに気がつかなかった。あの雑巾が。と店主に言おうとしたら、お葬式の花二つください。何言ってんのお父さん、なんでその目で私を見るの、また私死んじゃうの。すると圧力鍋が爆発し鉄の蓋が彼女に迫ってきた。幸い注意力をフル回転させていた彼女はそれをかわした。やった、なんとかなった。外に飛び出した静香、逃げられんぞと聞いたかのように彼女は絶望に落ちる。その時お父さんがやってくる。お父さんは危うくワイヤーが落ちていた水の中に足を踏み入れようとする彼女を助けた。助けられたと彼女がほっとしてお父さんに礼を言おうとする時にレンズが割れている。あの曲が流れ始める。まずいなこりゃという念が彼女の頭に浮かんだ瞬間に、夢ならこれが最後にしてくれ
こうしてまた4時45分で彼女は死んでゆく。3度目で目覚めた彼女。パパ、この人たちは誰なの？どうしてずっと突っ立ったままで私を見ているの？とお父さんに聞いている時に墓石が届いた。1回目と同じだと死ぬ覚悟を一瞬でできた。しかし今回は墓石は彼女に当たらなかった。墓石には彼女の名前が刻まれていた。落ちていたのは自主的な治療放棄の契約書だった。どういうこと？とお父さんに聞いたら、見知らぬ年配の女性再登場。もう嫌、同じおばさんと割れたガラス、同じ曲揃ったら私が死ぬんだろう。なんだよこれは、シュタインズゲートか、それともリゼロか。車でここから逃げたい彼女、ワイパーを見てあることを思い出した。彼女は自分が死ぬたびにお父さんのメガネレンズに何かがゆらゆらと揺れていたのを思い出した。1回目は墓地のブランコだった。2回目は花屋のメトロノームだった。3回目はワイヤー。すべてがこのワイパーのようでした。この瞬間彼女はすべてを思い出した。ここがすべての始まり。前方不注意で車はクレーンに衝突し、お母さんは死亡。フロントガラスの前に吊るされていた十字架が、静かの胸に突っ込み死にかけて、そして救出された時刻が4時45分だった。どうやらこれまで繰り返される死と無限転生が全て死ぬ前の彼女の夢だった。夢の中で彼女が4時45分で死んでいくのは、彼女が気絶する前に救助者の時計は4時45分を指していたからだった。それに交通事故の後、彼女が目覚めて初めに見たのは割れていくガラスとぐらつくワイパー。これが夢の中で3回出てきていた。1回目のクレーンのフロントガラス、2回目の花屋の携帯電話、3回目のお父さんのメガネとつながる。さらに夢の中に流れていた曲も彼女が事故の前に聴いていた曲だった。これもまた3回。1回目はクレーンの運転手による放送、2回目は花屋の携帯電話が鳴る音、3回目は花屋の拡声器から。気を失う前に彼女はお母さんの遺体を見た。だから夢の中で彼女はお母さんの葬儀に参列していた。夢の中のクレーンは現実の道端のクレーンである。夢の中の青と白の花屋は彼女の命を救った青と白をした救急車。彼女の命を救った救急隊員たちは夢の中の葬儀社のスタッフとなり、事故現場の野獣馬たちは葬儀に参列していた他人になる。夢の中で必ず死ぬ前にぶつかりそうになるあのおばさんは、あれは横断歩道を歩いていて前方不注意によりぶつかりそうになったおばさん。静香は全てを思い出したけれど、時の針は4時45分で止まっていた。時は止まったままだった。目的もなく彼女はさまよって、ただ前に向かって歩いていく。そのうち花屋さんにたどり着き、ドアの前でお父さんが誰かと話していた。諦めろ、人はいずれ死ぬという声を聞き、待て待て待て、誰の話をしてるんだと彼女はそのドアを開けた。しかしそのドアの向こうはある病院の病室だった。どうやら夢の中の花屋さんは現実で彼女を助けた先生だった。先生はお父さんに治療を諦めるように勧めている。だから夢の中で彼は静香を殺す犯人になっていた。私を諦めるの？もうちょっと頑張ろうよ。しかしお父さんは結局彼女を諦めた。後に先生がやってきて全ての危機を止めた。すると彼女が動いた。動いたのを見た。静香は目を覚ました。嬉しさを感じるとともに罪悪感を感じていたお父さんは泣いて彼女に謝った。そんなお父さんを見てほっとした彼女は笑顔で、もう大丈夫と言った。けれど壁の時計の針が4時45分に向かっていることに気づき、4時45分の向こうに何かが待っているかと思うと、ストーリーはここでおしまい。彼女に何が待っていたのかはわからないが、少なくとも前方不注意運転には気をつけようということと、横断歩道を渡るときは左右をしっかり確認してから渡りましょうということを皆さんに今一度心がけてほしいです。最後、こういう系の映画が好きなのであれば、2005年に作られたアメリカのサスペンス映画ステイを見るといいよ。
徐々にゾワってくるタイプの映画です。時間があればぜひ見てほしい作品です。それではまたお会いしましょう。私、アイチャンネルの春でした。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 またお会いしましょう。またお会いしましょう。またお会いしましょう。